これ面白いです。いや、遠慮して書いてあるね、これ。原型をとどめないような変貌を遂げてしてますってけど、と言ってるけど、批判的なことは書いてないんですよ。あで、ここまでなんで、せいぜい、うん、この人は書いて。だって、原型をあれにしてるわけだからさ、観光中、ね、観光の名地にしてるわけだから、そんな批判的な目かかるじゃないですか。いや、しかし、そういう表現は普通ないですよ。ね、原型をとどめないような変貌を遂げようとしてる。勝手に批判ですよね。これね、これ大笑い間違いを出してるんですよ。あだから出せあのまるっきり批判は出せないけど、これすごい批判ですよね。いや、これもしここの文章が気に入ったんですよ、これ。それはその表現は普通ね、ないですもん ね。とにかく私はね、あれは大笑い町ってね、インテリエンスさっきのインテリエンスがないってね、とにかくね、うちの脇の備前堀だときれいに直してね、史跡、私に合わせた捏造だって市長に言ったんですけど、うん、あんまり直しすぎて、あ、これ右です、ごめんなさい。捏造です。あの史跡っていうのはそのまま保存するのが史跡であって、うん、なんか新しくしてあのなんだあの、うん、どっかのね堀みたいにしちゃってあの、うん、どこだっけあの岡山県の倉敷の あの堀をこうなんか目にチラチラしたんですね。あれと同じようにしちゃってるな。